ちゃこんにちは。はい、はい、豊さんまた、はい、また登場。またね、まあ速報ということで、はい、ね、44号ホームラン。追いつかない。ね、なかなか。打ちました。おめでとうございます。おめでとうございます。とにかく、はい、今からの1本、一盗塁は全部新記録ということですよね。まあまあ、記録だよね。もう塗り替えていってるというね。もう自分の記録をどんどん塗り替えていく、はい、大谷選手ですが。そう、今日はね、はい、先頭打者ホームラン。そう。でバックスクリーン、うん、ややレフト寄りのバックスクリーンに入れたけども、うん、はい、その球種が多分ねカットボールだったと思うんだけど、うん、キャッチャーがやっぱりね昨日同様高めに構えてんだよね、うんうんうん、でインハイのカットボールっていうのを球種を変えて昨日はまっすぐの高めっていうことで勝負しようと思ったんだけども高めのまっすぐを持っていかれると。うん、いうことで、ま、高めのカットに変えようっていうふうに、はい、多分ミーティングしたと思うんだよ。それが甘く入ったら途端にホームラン持っていかれたという。やっぱり立ち上がりは厳しいですかね、そういった細かなこう精度。いやでもさ、立ち上がりが精度持っとかないとやっぱ大谷っていうのは抑えられないという。そういうことですよね。まあそれで落胆したのか知らないけどもね、3者連続という MVP トリオがねポンポンポンと、いやいや本当にでいきなり3点だからホームラン3本でね、げんだりでしょうね。まあだからいかに大谷のその存在感というか威力っていうのがまあその相手チームに脅威になってるかということだよね。こうなんか野球のゲーム自体に影響を及ぼす力がもう大谷選手の打席だけじゃなくなってますよね。まあそうだね、大きいね、うん、2戦連続ということで、はい、もう何にもなんていうの自分の記録なんかあんま関係ないかのようにポン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 、まあまあそれはそうだね、出ますが、うん、いやそれで今日44号打って残る試合が26、うん、でねペース的には52本ペースになったんだよね。ねえ、うん、だからまあずっと 3. 何試合で、まあ、大体3試合に1本みたいなね、1本ぐらいのペースで打ってきたから、うんうん、これはやっぱ50いってくれると思うけどね。これね今のところシーズン52本塁打51盗塁のペースなんですって。まあそうだよね。いやあのね盗塁はね簡単にペース上げれる、大谷の走力とランナーに出ればね、ランナーに出れば前にランナーいなければね、うん、だから確実にねこれは51盗塁っていうよりもやろうと思ったらもっとできると思うよ。なんかまあね盗塁だと条件っていうのがねそうやって前にランナーがいないとか、そうそうそう、自分がランナーで出る、ホームランではダメですから、うん、ある意味盗塁に関してはね。まあだけど前のランナーもダイソーとか足の速いランナーだったらダブルスチールっていうのがあるからね、うん、だからまあそういうことを考えると盗塁っていうのはなかなかあんまり心配してないけども、なんていうのホームランだよね、うん、ホームランが52本ペースになったということで、うん、まあ、少しちょっと安心したかなっていうような、これいけるなっていうふうに、まあ、思ってるのと、うん、今日の4打席目、うん、ノーアウトランナー一塁になって、うん、相手投手に対して初球バントの構えしたんだよ ね、 したね。でその前の回っていうのが同点にされてて、うん、だから大谷の思考の中で、うん、やっぱいかにここで何をやったらいいかっていうのをやっぱりちゃんと把握しながら、だから打つだけじゃないよっていうことを相手に見せながら、揺さぶりながら、まあ、打席を送ってたけども、ああいう姿勢っていうのはやっぱすごく野球人というか、スポーツマンというかね、自分がもういやいや打つことしかやらないっていうんじゃなくて、いやそういうこともあり得るよみたいな形で野球を進めてるっていうのがすごく大谷翔平の、まあ、頭脳もなんか賢いなっていうふうに賢明な考え方するなって、だけどやっぱ打った方が確率がいいだろうって。でもね大谷翔平ってセーフティーバントも簡単にできるからね。あ、そうですね。まあ、だけどファンが望んでることね、それもしっかり分かってるし、いやだから打ちに行って、まあ、結局は見逃しの三振になったけども、うん、俺はなんかすごく評価できるあの初球のねバンドの構えだったかなっていうね、やっては欲しくはなかったけども、まあね、だけどそういう思考があるんだなっていうね、いうことをあれこう見た瞬間にもう一つ大谷を尊敬するような、まあそんなシーンだったね。その打席でしたっけ、ちょっと冒頭があったの、だんだん進みませんでした。冒頭はどうだったかな、まあそれはちょっと忘れたけど、そうですね、でもなんかそういうね、なんかこう大谷選手が見せるそういった素振りというか、それでやっぱ
こうね、心理戦じゃないですけど、まあね、相手のピッチャーやバッテリーもあれっていうか意外なこと、いや、その大谷シフト引いてるからさ、うん、セーフティーバントやったら確実にセーフになるんだけど、転がれば、うん、まあ、だけどそういうことはあえてやらなくてね、うん、まあ、うちには行ったけども、うん、でもそういうことを見せることによって、うん、まあ、相手の守備体系が変わったりだとか、うん、まあ、そういうこともあるし、まあ、野球ってどちらかというと心理戦で働いてるから、うん、だからそういうことを見せるだけでもちょっと相手の心理は違ったかも ね、 ね、まあ、フルカウントから見逃しの三振にはなったけども、うん、まあ、いい打席だったのかなっていうふうには俺は思いたいけどね。あの見逃しの三振はどうですか？あれはね、ボールが来るっていうね多分ね、大谷の中での決めつけがあったような気がするよね。もったいないですかね、ちょっと、ね、ちょっともったいなかった。あのホームランできるボールだっただけにね、最後ねコース的にはね、うん、で大谷が一番好きなボールじゃなかったかなっていうような、うん、まあ、そんな感じがしたし、うん、ちょっとなんかどちらかというとその打席で迷ってしまう時あるんだよね、うん、だからその迷いが見逃しっていうことには出ちゃったけども、うん、でも俺はあの1打席目のその初球のねバントの構えを見ただけでもすごく良かったなっていうふうには思った ね、 ねえ、まあ、それと昨日のデッドボール、そう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 、ね、それもね触れたかったんですよ。いや、それ右肘付近にデッドボール受けてね、大丈夫かなって一瞬思いましたが、そう、あのプロテクターがあってね、うんうん、まあ大事には至ってないだろうと思ってたけども、うん、ちょっと痛そうな素振りもあったしね、ちょっと衝撃なんかもあるから、いや、それはもちろん、ね、心配ですよね。で腕を振ったりとかするシーンもあったから、うん、ちょっと心配だったんだけども、うん、今日ブルペンに入ってキャッチャーを初めて座らせて、ね、あの10球ほどね投球練習をしたっていうけども、うんうん、まあ、昨日のデッドボールの後遺症っていうのは全くなかったんだろうなと思ってさ、なんかね、術後初めてそのキャッチャー座らせての投球練習ということでね、まあそうだね、のね、順調っていうことですよね。いや、もう、まあ、順調だけどリハビリ中だからね。そうそう、いや、だけどひょっとしたらよ、このままじゃこうちょっとペースを上げていけば、うん、シーズン終盤に登板する可能性もあるよね、これ。どのぐらいのね、今仕上がり状態というかね、そうリハビリの進み具合もあれですけど、可能性としてはあるということですよね。いや、まあ30球限定とかね、うん、だからまあこれはドジャースが、うん、早く優勝とか決めないと、うん、これはないと思うけども、なかなかね、うん、なかなかないと思うけども、うんうん、まあ優勝が早く決まって、うん、あと消化ゲームとか調整ってなってくると、大谷の登板がドジャースで初めてね、うん、まあ球数制限あると思うけども、うん、まあ見れるかなというところまで、まあ、もっといけるような気がするよね。これやっぱりブルペンでキャッチャー座らせて投球練習っていうのは結構こう終盤の調整ということですか？いや、もうある程度投げれるようになったという証明だよね。うん、あとはその感覚的なもの、うん、感触的なものを確かめてるというような状態だよね、うん、ただ打者として、うん、ここを達成してからにしてほしいな。まあね、うん、でもそれはみんなチームも監督もみんなそのようなことは思ってるんじゃないですか。まあまあ確かにね、多分本人もそうでしょうね。まあまあそりゃそうだね。ブルペンで一応ここに記事としては148キロっていうようなことで座って投球練習って書いてありますけどね、はい、うん、まあそうだね、うん、まああと10キロ15キロぐらいは出るよね、うん、はあ、それ考えるとまあ、順調に来てるのかなというような感じがするよね。だから調整で148キロだよ。そうよ、だから普通にね、うん、そこら辺それでそんな球のピッチャーたくさんいますよね。いるよさ本当ね、調整なんか言ってね、まあ、羨ましい限りの素質なんだけどもね、うん、だけどやっぱなんかドジャースもね、優勝に向けて、うん、ノーアウト一塁から、ね、送りバント成功させて、うん、ね、タイムリーヒットが出るとか、うん、まあ首位攻防戦をダイヤモンドバックスとやってるけども、うん、やっぱ勝つね、ただもつれるね、やっぱ向こうの試合もね、首位、ね、攻防ってなるとね、うん、一応この試合もね、6対8ドジャースが勝ちました。はいはい、はい、ということでしたが、ね、ドジャース16アンダーなんですね、この試合ね。そうだね、すごいね。いきなりやっぱね、いきなり3連発だからこれはね、うん、だけど相手もね、やっぱ得点力が多いというチームでね、うん、6対6まで追い
追いついてくるんだもんね。そう、結局この試合も5本塁打出てて、はい、両チームでね、はい、まあドジャースの方はその1回の3本なんだけれども、はいはい、ということで結構ね、うん、なんか打ち合いになったような試合です。まあ大谷はあとこのダイヤモンドバックスとは2試合あるけども、うんうん、あとね2本ぐらい打ちそうだ、このカードで。カードでだから46になるような気がする。盗塁もついてくる。だもちろんもちろん、ランナーで出る、ね、もちろんもちろん。ただね、まあ敬遠するとか逃げるとかじゃなくて、うん、やっぱね対策をいろいろ考えてるんだろうけども、うん、やっぱことごとくそれを逆手にとってというか、うん、なんていうの、結果を大谷が出し続けてるからね、うん、もう手は出し尽くしてると思うけども、うん、まあ明日どういう形で大谷翔平を抑えに来るのか、うん、なんか逆に楽しみになってきたね。明日早朝5時ぐらいからね。そうだね、5時から試合があるけど、そういうぐらいからですけど、はい、もうなんかこうオリンピックみたいにね、時差があっても見たくなるような、いや見たいよな試合が続きます、うん、やっぱなんかこうある程度 前半も追ってきたんだけども、うん、で YouTube の撮影があるたんびに打ってくれた時期があって、あすごく縁があるなって、で4040やった時から、うん、なんかもうちょっと気になりだしてな一応ね、だからもう豊さんは見れるタイミングが結構合うんですよね。そうだね、大谷選手のホームランと、ね、で4545で今度動画を撮ろうと思ってたら、うん、やっぱ撮らざるに撮らないわけにいかないような気持ちになるんだよね。だってもうのんびりしてるとね、はい、なんかワクワクしてるおじさんが隣にいて、まあまあそうだね、撮るよえみたいなね。いやいや、でも喋りたいこといっぱいあるね。まあ楽しみやな大谷はね、本当に見てて楽しい選手だし、うん、なんかすごく尊敬もできるしね、うん、もっともっとね、うん、記録を伸ばしてほしいなっていうふうに思う。そう、本当 ね44本打ってしばらくして取ろうかなって話してたけど、ちょっと次の打席も見てからにしよう。まあそうだね、記録生まれるかもとか思ってね。いやもうねすぐ打つからさ。そうなの、なかなかそこがね難しい判断なんですよ。もっと速報だと早く出したいんですけど、ね、なので、ね、また取りますので、速報をねまた見てください。で一人加わりました。看板ちいちゃん無理して書きました。そこ無理してじゃない、ね、頭に中にいるデコピンク、これは何でしょうということ、もうちょっと効率上げていかないと怒られる。はい、まあということで、はい、ね、またそこをお待ちください。はい。